はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回からファイナルファンタジー15、すっげー久しぶりに起動をして、3月の28日に、配信された、サイドストーリー DLC エピソードグラディオラスやっていきます。ほんと3ヶ月ぶりぐらいに FF15 起動したけど、 DLC がね、ようやく配信されたんでやっていきますよ。もうメインの方はね、教育クエストも苦戦しながらもなんとか全部クリアして、やることなし状態だったんだけど、こっちのエピソードグラディオラスの内容はなんだっけな、主に本編の動画で一時グラディオがパーティーから離脱していた頃があって、その間グラディオが何していたのかだとかが描かれてるみたいな。でコルトがね映ってるんだけど、この辺ちゃんと調べてないからよくわかりません。じゃあ早速初見で遊んでいこう。おお、別画面だ。エピソードグラディオラス、あ、なんか楽曲も違う。そしてオプション、まあオプション、これ別のオプション設定なんだね、 DLC ごとで。なんだろう、このスコアアタックとか。とりあえずやっていこう。ニューゲーム、これ本編のデータは引き継がれたりすんのかな。難易度はノーマルで。やっぱり操作忘れてるかも。ファイナルファンタジー15、己の未熟さに気づいたグラディオラスは、王の盾にふさわしい実力を身につけるため、帰る者のいない過酷な試練の地へ挑む。そうだ。なんだっけな。愛車を奪還していた頃だ。愛車を、あれだ、帝国の人たちに盗まれて、奪還しに行った時に、あれだ、レイブスが現れて、レイブスにその時敗れたんだ、グラディオが。それでちょっと、未熟さに気づいて、それでパーティー抜けて修行に行ったみたいな。飯うまかったぜ。それはよかった。将軍と行動していたそうだな。ああ、あのさ、その新しい傷、これが盾の次は横とか。言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。今の、おう、バトルチュートリアル。今のシーンはあれだ、レスタルムでモンスター退治した時にグラディオと久々に再会して、まあ、その後のまあ追加シーンだね。今のバトルチュートリアル多分変わんないと思うから、忘れてるかもしんないけど、いい絵にしよう。俺にかけたんだろ。荒れてるな。テルパに着いたのか。ああ、ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや。出発の準備はできている。お前の方は、心の準備はできてるさ。すぐに行く。来たか。ご注文は？ああ、いいんだ。
すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか。今の俺じゃ帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは本気かどうか。あわりくどいぜ。だから連絡したんだ。なめてかかれば死ぬ。剣聖ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は誰一人としていない。危険な場所だ。だがかつてあんたは帰ってきた。ただ一人な。出発だ。王の立てたる覚悟。仲間たちには何と言ってきたんだ。詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。おう、グラリオ視点。コルと一緒に行動するアンドギルガメッシュ出るんだ。なんかもう容易に想像できちゃったけど、あの新しい傷多分ギルガメッシュの戦闘でつくんだろうな。で、なんか画面がちょっと変わってる。ヘビーストライクってなんだ。で、ここはどこだ。マップ、はい。おお、画面も違う。コルトグラディオ、これはどの辺だ。これちょっと本編と照らし合わせてみないと分かんないな。装備ね。クレイモア、体力レベル24か。で、コル52。なんかね、コル見るのも久々だよな。なんか、スイとオルティシエに行った後から、会うことなかったからな、コルと。アイテム。まあ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 。で、そっか。己の弱さを知ったから、ギルガメに挑んで、ちょっと、シャキッとしようみたいな。おお、修練の道。さあ、覚悟はできてんな。もう戻れねえぞ。よし、倒しに行くぞ、ギルガメッシュ。なんかさっきのあのメイン画面の奥の方に立ってたのがギルガメッシュっていうか、これはあれ、でもギルガメッシュってあんな人型の小さいキャラクターだったっけ。そっか、シフトなんてないもんな、グラディオ。ギルガメの挑戦者か。何者だ。ここにいる。なんだこいつら。すべて試練を待つ元帥と同じ魂だけだ。かろうじて鎧を吸い寄せている。魂、王の盾の試練を受けに来た者へ、ただ力を受け継がせるために。霊が話しかけてきてる。彼らは古きルッシュの兵だ。死してなお忠義を尽くし続けている。そうか、胸を借りるには申し分ねえ。おお、なんか戦闘 BGM も全然違うし、そしてシフトをしない代わりにグラディオはヘビーストライクっていうちょっと豪快な技を出せる。ロックだな。あ、届かないもんね。これじゃあ全部昔のルシスの方々。おお、結構可動範囲広い。豪快なこと。ヘビーストライク。コル強え。
はい。経験値的な要素はなしね。なんかこういうの割れる。アイテムとかも特になし。先は不明。回復はこまめにしないとね。これカーテスの大皿ではないよな、ここ。お、アイテムある。ポーションね。じゃあここを、全然ここ生存して出てきた人はここおりんのか。いないって話だったけど、コルは帰ってきたんだ。おお、ブルンオルム。こちとら本編でとんでも脅威クエスト挑戦してきたんだよ。おお、バックアタックリンクある。オービタルエッジ。あー、ゲージの溜まり方で技がちょっと変わるんだ。ガードしよう。ガードブレイク。あ、なるほど。あ、本当だ。あ、ガード不可か、技によっては。あら、回避しないとな。シフトみたいな爽快な技が出せないから、ある程度隙を見て攻撃しないと。危ない。よし。あとちょっと。ギルガメッシュか。試練に何を望む。力を得る、それが望みだ。そうか。え、もう戦うの。コルがパーティーアウト。ガードできない。ヘビーストライク。え、全然食らわない。え、硬すぎない。ギルガメッシュ負けイベントかな。ちょっと待って、死ぬ。どうする。あれ、カメラしかない。これは勝てないな。試されるのは力だけではない。強靭な肉体と精神を私に示せるのか。選ばれし王と同じよう生きる者よ。俺は世界が終わろうとしている。王と王の盾は人々の運命を背負うのだ。その資格、その覚悟なき者にはここで消えてもらうが。まだ初っ端だぜ。終わってたまるかよ。ならば進め。死に物狂いで
前へ。あれ、覚悟はできてんだろう。挑戦は許されたようだな。牽制か、そう呼ばれるに足る相手だ。退治するときは心しておけ。コル帰ってきた。体力かなり減ったな。まだギルガメッシュには勝てないと。マップ、まあなんせ DLC だからまだまだ深いだろうね。よし、じゃあ初回だから今回はとりあえず回復をハイポーションするか。回復して、じゃあ今回はここまでにしようか。なんかね、なんだろう、にわかだけどなんとなくダークソウル感があるような感じだけど、グラディオ一人の操作だから、コルはいるけど、なんだろう、ちょっと攻撃パターンも違うし、あとまあ技のアビリティも違うし、なんかダメージかけ 1.3 とも書いてあるし、まあ、この辺把握しつつ最深部目指してギルガメッシュ倒して、まあ、力得るみたいな。で、じゃあまた次回もやっていこう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。